ロイドご飯の時間が来ました。はい、どうも、今回は京都の名家ラーメンといえばこちらというね、芥川さんが今年2024年の年始にオープンされたこちらの店、白草門です。4月6日開店ですよね。はい、そうです。おめでとうございます。ありがとうございます。めちゃくちゃこうなんか目抜き通りっていうんですか、ここは、はい、すごいとこですけど、なんかプレッシャーとかはなかったんですか？いや、めちゃめちゃあります。プレッシャーしかないです。今でも、はい、全然プレッシャーありますね。あ、でもオープンでど、え、何週間、2週間ぐらいですか？2週間ぐらいです。はい、2週間ぐらい経ちました。あ、でもなんかやっぱ相変わらずこう芥川さんね、何回か来てる自分としてはやはりこう、はい、お店の立地はね、全然違いますけど、はい、中のスタッフさんのなんか爽やかな対応とかは、もうどこの店舗行ってもっていう感じで、はい、安心感あるんじゃないかなと、常連さんからして。まあ、そうですね。それはやっぱ、プライドを持ってできればいいかなというのは、はい。ちょっとそこはまあやっぱ、常課題ではあるので、はい。
そうですね、あのこの店でやっぱりあの京都の中心地みたいなところでこうこんだけいい場所で店を出すことができたんで、はい、なんでここでやっぱ関西一と言われるぐらいの店をもうやっぱ見せていきたいなっていうのは思ってますね、はい、頑張ります。じゃあ楽しみしまた楽しみ噛んだ楽しみしますまた伺いま す, お願いします。ありがとうございます。めっちゃ出る、すっごく二人ともこうなんか立たされてるみたいになったんですけど6年前に、はい、あの芥川に僕が入社した時から の,、うん、あの仲なんですけど、この6年後にまた実はそれ以降は別々の店舗ですとそれぞれの道というか、あの仕事をしてきたので、はいはい、あのその間ずっと一緒にいたわけではなくて、ずっと同じ店を守ってきたわけではなくて、あのほんで6年越しにまた一緒の店で仕事をするっていう形になったので、そういうバックストーリーだ。なのでやっぱりこうそれぞれ培ってきたものをお互いにいいところ出し合って、うん、あの吸収し合ってっていう形でいい店に、ね、6年前よりよりいいお店を作れたら嬉しいなと思ってます。熱い、そのバックね、ストーリーが今初めて知れて。そうなんですね、はい、じゃあ当分はお二人ともこの厨房立たれるんですかっていう日もあったり、はい、そうですね。ただまあ週もう無休でやってるので、あの結構芥川のいろんなスタッフが立つお店にはなります。でしょ、だって今芥川さんって今日何店舗あるんですか。ちょっとこの店が7代目っていう名前の通り、うん、はい、7店舗目で、はい、じゃあもうそこをあの、まあ、スタッフさんがいろんなところに立たれてもう回っていくような感じで、はい、じゃあもしかしたらまたこう7代目さんいらっしゃって、お二人が揃ってる時はこの動画見た方は、ああの二人が6年越しにと思って見てほしいですね、はい、まあまあまあ需要があるかもしれないですけど一応まあレアなのいや、まあちょっとね、あの手前味噌な言い方になっちゃいますけど、うちのスタッフの中で一番こうお客様からこう愛されてるっていうのはすごい、目立つというか、あ、本当にたくさんのお客様がさっきよりちょっと控えめな表現になってるのも分かりにくい一番ファンが多いっていう、ファンが多いんですよ要はそう、ファンが多いです、本当に。それがまあこの人のこうキャラクターが羨ましいですね。秘訣を教えてください。思うので、へえ、たくさんまた河原町でファンの人がついてくれたら嬉しいなと思います。じゃあまた新しいファンをこの7代目で獲得すると。はい、じゃあ獲得していきますまた増やしていきますファンをじゃあ楽しみにします。また伺います。ご参加ありがとうございました。ありがとうございます。はい、というわけでご覧いただきました、初訪問7代目麺屋芥川さんのラーメンを美味しくいただいてきました。あの芥川さんってまずね、ラーメンの味からもちろんいきますと、あのやや甘めの醤油とね、ほんとトロッとしたこうコクがあるこってり感のあるスープなんですが、そこに普段ね、こうもちろん固め濃いままでスタートしましたが、途中に炊き込みに置いてあるニンニク醤油、これのポイントもめちゃ効きますね。最初がちょっと甘みあるスープからのスタートのだけにこのニンニク醤油すごく効きますし、さらにもう、ね、動画をご覧になって表情からも伝わったかと思いますけれども、ニンニク酢もうすごい、うん、うちのスープの変化をね、こう味変で満喫できる一杯でじゃなかったかなと思います、うん、はい。そしてですね、今日はあの特別に今初訪問ね、しかももうこの1月にオープンしちゃったということで、お店の方のね、コメントもいただきましたが、本当に芥川さんってどの店舗行っても、お店のまず店員さんの快活な雰囲気、こう若さとこう元気が溢れる店内っていうのが自分の印象的なところで、まあそんな感じのお店なんで、自然的にね、お客さんも若い層多いんですが、まあそんなあの新たな、芥川さんの新店舗7代目さんがこの河原町ね、本当に京都のこう繁華街ですよね、にオープンされて、これからまたね、新たな飛躍をされるんじゃないかなと、そんな楽しみも感じながらいただいてきました。はい、というわけで、京都の方ももちろんですが、京都もね、県外から、来られた方もですね、ぜひぜひこの芥川さん、7代目芥川さん、行かれてみてください。というわけでした。ここまでご視聴ありがとうございました。ではまた、バイバイ。